中井三郎兵12月昭和7年3月27日は、明治から昭和時代前期の実業家。田中玄太郎、内木聖兵らと共に、京都四天皇と呼ばれた。中井家は、三井や別家の家系。第四代、中井三郎兵は、中井三衛に子がなかったため、嘉永六年、三歳の時、河内国北河内軍の小原家から、中井家養子に入った。 文久三年に、十三歳で、三井や京本店に奉公し始め、慶応二年に辞している。三井での奉公後、自分家業である、古市三商店を三代目と共に盛り立て、それを合名会社、株式会社へと改装、取扱い商品を和紙から洋紙へと広げ、経営の近代化に努めた。明治三年に、サブロベイの名跡を相続した。和洋史とぎや、 中井商店の社長としての務めを果たしつつ、八百八十四年、京都市商組合を作り、京都織物、東京印刷、京神電機機動、王子製紙などの役員、京都府会議員及びを、京都市会議員を歴任した。次元には、東京府日本橋区に、居所、京都に巨前帝と呼ばれる広大な別荘があった上に、さらに巨前帝の南東側に新別荘を設けたが、 この新別荘の庭園は、後年、京都市指定、登録文化財となった、田中玄太郎、内木聖兵衛らと共に、京都四天王と呼ばれた、旧中井や名古屋別邸、ありがとうございます。